三菱重工業が開発した自立型水中走行式機雷探知機 OZZ-5 のさらなる性能向上のためにタレス社と協業することに。では詳しく見ていきますが、なんでタレス社とだろうか。三菱重工業もいろんな案件がありすぎるからかな。従来、日本の海上自衛隊の掃海能力、つまり海中に敷設された機雷を処理する能力は世界でも最高水準であることがよく知られていたが、旧帝国海軍から続く、そう、海底の運用力の高さがベースにあった。四方を海で囲まれた日本においては、海上交通路を利用しての必要物資の運搬が必須であり、戦時に敵の機雷などによる海上封鎖が行われてしまえば、これに重大な支障が生じるためだ。よって、そうした事態を防ぐべく掃海艇等による機雷除去のノウハウや技術が確立されていたわけだが、近年は空中の遠隔操作型無人機などと同様に、海中でも機雷対処用の無人機の導入が進んでいる。そもそも、機雷とは、機械水雷を省略した用語であり、これは専用の機雷敷設艦艇や潜水艦、及び航空機による敷設が行われるが、敵の海上交通を妨害する意図を持って行われるものである。機雷は、水中における敷設位置により、その種類が分けられており、海底付近への SIM 速報式や、海底から紐状のパーツで機雷本体を係留させる方式や、海面及び海中を浮遊させる方式などがある。これらの機雷の方式の中でも、海底付近への SIM 速報式のものを探知することは難しく、人員を乗せた層、海底を、そうした海域内で作業させる。リスク低減のため、専用の無人機が開発されることになったのだ。こうした専用無人機は、いわゆるロボット兵器であり、自立型でかつ水中を航行して敷設された機雷を発見する水中無人機として、各国の海軍を中心に開発が進められている状況にある。日本においては、防衛産業の雄である三菱重工業が防衛省技術研究部とともに、これを手掛けており、OZZ-5 自立型水中高層式機雷探知機として、2013年から開発が行われ、2016年に、完成を見た。OZZ-5 自立型水中高層式機雷探知機は全長4メートル、直径533ミリメートルの大きさであり、最大速力7ノット、4ノット巡航で、およそ9時間の連続航行が可能で、リチウム二次電池で駆動する。2020年度の OZZ-5自立型水中高層式機雷探知機1機あたりの調達価格は約13億8000万円だが、イニシャルコストがこれとは別途約3億7000万円ほど必要となっているようだ。この OZZ-5 は3900トン級の新型多用途護衛艦であるもが見方への実装が予定されており、同艦の略称である FFM の M は、マルチパーパス、多目的、マイン、機雷を指すとも言われている。これによって、海上自衛隊でも、機雷対応専任の
そう海底ではなく、こうしたもが、身型等の多目的艦を中心とした編成となってくるのだと。思われ、期せずして、今後の艦隊運用をも予期させている。こうした中で、2021年3月末に、OZZ-5 を製造する三菱重工業はさらなる。契約を防衛省と結んだことが報じられ、これは、日本とフランスタレス社との共同で、新たな機雷探知技術の研究と試作だと発表された。これは、具体的には、OZZ-5 に実装された低周波用の、合成海溝ソーナーに、さらに、タレス社製の高周波用の同ソーナーを、加えるものとされており、日本とフランスの軍事技術の、協業として注目されている。これにより、低周波用、高周波両方の合成海溝ソーナーを OZZ-5 に搭載することで、機雷の探知能力の向上を図るものであり、予定では、2024年まで、フィボン国内での検証を経て、フランスに部隊を移す計画だ。日本では、馴染みが薄いフランスのタレス社ではあるが、世界的には、こうした機雷に対するものや、追戦戦闘用のシステムを多くの国に、提供しており、今後、三菱重工業と共同での事業展開にも、期待がかかる。個人的には、軍事用の無人機といえば、航空機の分野では、日本はかなり、出遅れている感が否めないように思えるため、こうした、水上、水中分野での技術開発には注力してほしいと願わずにはいられない。近年の日本は、戦闘機用の巡航ミサイルをイギリスと共同開発するなど、従来のアメリカ偏重の兵器開発の姿勢を多様化させているようにも見えるが、これらを海外への兵器輸出に直結させるのは時期尚早だろう。イギリスやフランスは自国の旧植民地などに兵器輸出のコネクションを持つ上、本国からは遠いアジアなどには自国にとって直接の脅威とならないことを見据えてのビジネス展開をしている。ひりがって日本は台頭する中国とそれに対抗して軍備の近代化を推進している。いわば政治的にも軍事的にも変化の激しいアジアに位置しており、兵器ビジネスを優先した外交は困難に思える。何しろ、イギリスは、韓国の航空母艦建造計画にも加わるような動きを見せており、日本のように、兵器輸出に実績もコネクションも、また戦後は、実戦経験もない国が互いしていくのは容易ではないだろう。政治的に不安定な発展途上国相手に、兵器輸出をビジネスとして行うことは、リスクが高く、韓国とインドネシアの潜水艦や戦闘機の実例を見るにつけ、あえて日本が踏み込むべきかには疑問を感じる。